ケミカルリアクションは、新潟県新潟市を活動拠点とするダンスボーカルユニット、または女性アイドルグループ、チプロ所属のアーティストで構成されている。ユニット名の意味は、化学反応は発音せずに、ケミカルリアクションと呼称する。新潟市港南区にあるライブカフェバート言語での月数回のライブイベントを中心に、 東名阪線のイベントやライブハウスでもライブパフォーマンスを披露しており、新潟にとどまらない活動を行っている。近年は全国各地を飛び回り、年間250本を超えるライブ本数となっている。ライブ活動以外にも、地元新潟でのラジオ MC や CM のモデルといったタレント活動も行っており、知名度向上につながっている。淡島浦村で撮影された。 こっそり冒険島のミュージックビデオは、あわしまうら村観光 PR 動画となっている。ライブでは、成沢舞香のボーカルに合わせ、長谷川理沙と曽我さやかがダンスパフォーマンスを披露するのが基本的なスタイルである。披露される楽曲は、アイドル色の強いポップなものから激しいロック調なものまでバラエティに富んでいる。ケミカルリアクションには3つの形態、赤、黒。 ケミカリバンドが存在し、それぞれ楽曲も演出も異なるライブを行っている。もう一つの形態、白も存在したが、2019年9月、新潟ロッツでのライブをもって活動を終了した。通称は赤ケミ。様々なバンドのカバー曲やオリジナル曲でライブを構成する。カバー、オリジナルを合わせて、楽曲数は60曲を超える。 その名の通り赤を基調とする衣装でライブを行う。この赤けみ形態でのライブ数が最も多い。通称は黒ケ無虫役者を擁する怪しい個性派バンド無尺者のカバー曲でライブを構成する。赤けみとは対照的に MC なし、笑顔なし、黒装束となっている。ギターボーカル、成沢舞香、ベース、長谷川理沙、ドラム、 曽我さやかのスリーピースバンド。まだライブ数は少ない。ワンマンライブや主要ライブを記載。ありがとうございます。